茨城県道168号西日立大宮線、日立大宮市場村対茨城県道168号西日立大宮線は茨城県中市から日立大宮市に至る一般県道である。中市大賀にて茨城県道61号日立笠間線より分岐北上して JR 水軍線西駅前まで結び西駅からさらに北上して 日立大宮市南町の大宮駅入口交差点に至る県道路線。日立大宮市の中心市街地付近では交差点で屈曲する経路をしており、同市籍沢地内では国道118号大宮バイパスと交差重複する区間がある。経路全体としては JR 水軍線の西駅日立大宮駅間とほぼ並行する。路線名で起点所在地を示す。 生は元来平成の大合併以前の自治体であった西村を由来としており、1959年の路線認定時においても売り面町王あざ生を由来とするが、現在の中市内における本県道路線の経路上に中市聖地内を通過することはない。1959年10月14日、新たな県道として中郡売面町王あざ生を起点とし、 中郡大宮町を終点とする区間を本路線とする県道西大宮線として茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号168となり平成の大合併により大宮町が消滅して日立大宮市に改称されていたことから路線名を県道西日立大宮線に改称された。福音、曲線半径。 勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。現在の茨城県道61号日立、笠間線にあたる。旧国道118号。ありがとうございます。